なんかやばそうなキノコがありますね。キノコ、これやばそうですな。マリオが食べたら巨大化しそうだけど、人間が食べたら死にそうな気がするね。なんなんだろうね。食えんのかな。僕キノコにはね詳しくないのでね、これはやめといた方がいい気がするね。僕のね直感がそうつけてますね。キノコのことはねもぐもぐさんに聞いた方がねいいですね。もぐもぐさんキノコすごい、得意ですからね。キノコ、キノコ男もぐもぐね、恐怖、あ、怪奇、キノコ男もぐもぐっていうね、もぐもぐさんは魚釣りで有名ですけれども、キノコもいける男なんでね。まあキノコみたいなもんですからね、もぐもぐさんはね。